じゃあ手を後ろに組んでもらって、ま、うん、っすぐ下に下ろすから、体まっすぐのまま耐えてね。はい。こんな感じね。OK。じゃあちょっと仙腸関節整えてね。はい。じゃあ、まず、左の方を横向きで寝てもらっていいですか、はい、たらね、まずこの場合右の仙腸関節もしっかり締める方向にアプローチしていくんですけど、膝をね、自分の足をこんな感じで、右足の場合は右足をこう通して足をこんな感じで持ち上げてもらいます。そしたらこのまま仙腸関節のここをある程度見つけていただいたら、手でぎゅーっと押し込んでいきます。両手でもいいし片手でもいいです。斜め上側の方向に締めるようにぐーっとじわーっと圧をかけて、まあ、10秒間ぐらい深呼吸してもらった方がより早いです。ちょっと上だったらより開きながら、こんな感じで大丈夫です。そしたらこれ反対も同じようにやっていきますね。今度は反対の方に回って、今度は左足を、じゃあちょっと伸ばしても大丈夫です。こんな感じですね。これで出して、また同じように寝てみましょうか。はい。じゃあ、キックアップテストいきますね。はい。っていう感じで。はい。よかったです。だからジムの先生に教えていただいた通りやってみます。お願いします。はい、じゃあ、はい、じゃあ足を肩幅で出して、で先生に手を取って、もう一度下に押していきます。はい。オッケーです。はい。はい。行きます。じゃあ、右から行きますか。はい、右から行きます。はい、よいしょ。そうそうそう、ちょっとこれがこう開くような感じにしてみますが、そうそうそう、はい、少しこう開けるような感じで動かせたら、そうそう、そう、この状態でね、戻さなくて大丈夫。ずっと、この位置で大丈夫。はい。はい。
ちの足通しちゃう感じで、うん、できてるといいですね。止まってるといいですね。あ、多分ここ持ってる気がします、ね。本当ですか。はい。行きまーす。はい、せーの。全然大丈夫。全然大丈夫。素晴らしいです。素晴らしいです。おめでとうございます。整ってます。ね。